そういえばみんなで新キャラ見てみる？秋。新キャラやばそうだよな。見るか。毒はいかがですか？ジャンプの感じはどうだ？速そうなんだよな、動きが。もう見て、みんな。みんな見て、このリーチ。これやばい。これで一生飛んできて落とせないってこと多分ある。中足長くね？これしかもまだ先端じゃないよね多分。この毒白ダメじゃないよこれ。言っとくけど確定ダメージだよ。ミリになって毒状態で逃げられたら死ぬよ。もうさ、ダルシムいらないじゃん。ランスやんこれ。当たり判定ないだろ。しかもこの多分毒の弓。見ました皆さん今の。ガイルのアイデンティティもなくなりました。多分もうこれは無視するんだろうな。こんなん置かれて詰めれないってなったら、いやこれやばいな。ガンマチキャラだと思う。アキはこれ多分反撃ないな。これ絶対反撃ないな。この技ガードされても。しかも見てこの距離、めっちゃいい距離なんだよね。ガードされたところで。運ぶねー画面端。ゲージ1本ハードノックダウンで多分毒設置間に合うだろ。これ多分これやばいよね。これゲージ1本毒設置ハードノックダウン起き上がりで、こっからフレーム消費でなんかの技が重なって、端であの泡がボンってなるやつやれば反撃ないから、とりあえずそれ重ねといていい感じの距離に離れるって相手の前飛びと前ステップ見とく。やばそう。まあ、どんだけ削れるかだな。マジダルシムいらないじゃん。ダウンまで取れるんだぜこれ当たって。ダルシムこの距離で当ててもダウンなんて取れないからね。この対空めっちゃ強そうなんだけど、この対空すげえ強そう。めっちゃ強いな多分この対空。空中無敵あるなこれで。俺これ見てほしかった。みんなこれさあ、これまだこれ、はいはいはい、見ましたか見ましたか。俺この前言いましたよね、ダルシムの腕伸ばして駒投げがついてたらいいよって。はい、新キャラについてました。はい、この距離で相手を引き寄せます。やばすぎやばすぎ。しかも端端じゃないこれ。この距離で当たるんでしょう。この距離で届くんでしょう。これがな、これ確定あるかどうかだよな。ガードさせてさす
終わった。マイナ2だね。さすがに秋川が有利にはならないけど、擦れるね。確かに3回攻撃してるからインパクト潰せんのか。本当だ、本当です。まあ確かにマリーザも潰せるわ。これが一番やばい。もう画面端行った時これやっときゃ逃げれるっていうのがもう容易に見えるわ。これはよくわかんない。でも派生あるらしいよこれ。これさ、弾抜けてる。これ弾の敵ついてるよね。これ弾無敵ついてるよね。みんなどう考えても。抜けてるように見えてるのか本当に抜けてるのかどっちなんだろう。これ OD じゃないんだよね。しかもさ、運びすぎじゃない？これ思ってる以上にさ、横に飛んでんだけど。いや結構飛んでるぞマジで。これが一番やばい。これ飛びも死ぬよね多分。弾も死ぬし、あー、しかもなんか当たった時にクソでかい毒の池がここも。お前昔のダルシムやん、やってること。いやこれやばい。範囲やばい。でもここら辺に、ここら辺に当たり判定っていうか攻撃判定があるのかどうか、この先だけなのかどうかが知りたいよね。これジャンプしてこのここら辺のに引っかかるんだったらやばい。あるわ多分、これあるわ、みんなあるわ。うわこれやばい。これ端で使ったらさ、この毒がさ端にあるんでしょ。前に行くしかなくなるんでしょ。で秋川は毒状態の敵に当てたらコンボが伸びるとかいう技があるんでしょ。これ多分 SA2 めっちゃ使われるな絶対。